バビットは日本の競争馬。主な勝倉は2020年のセントライト記念ラジオ日経賞。馬名の由来は人名より合金名。母、アート良子は門別競馬場、大井競馬場にて6戦1勝という成績を残し、北海道日高郡新日高町の精神大牧場にて繁殖品馬となった。初年度は 浅草キングスを種付けたが3区に恵まれず、2年目に再び浅草キングスを配合し発号出産、後に競争場としてデビューを果たしている。3年目は中山フェスタが種付けされ、同じ新日高町の大天牧場に移動。さらに大天牧場と親戚関係にある浦川町の大北牧場に渋滞した状態で蝶とされた。2017年5月1日、 大北牧場にて、アート良子の2017が誕生する。なお、アート良子は、以後2年間で、エスポアールシチー、バンセンヌとの子を出産し、2019年、8歳で、血調年点により死亡した。牧場では、とても柔らかい動きをするまで、素直な気象であったという。大きい体ではなかったことから、2018年10月1日の、オータムセールに上場。 グランデファームに150万円で取引された。素直な気象であるにもかかわらず、落札後、馬房へ帰るのを嫌がりっぱなし馬、雨に濡れた芝を滑ったりするなど、気の強い一面を見せるなど、関係者を驚かせたという。の、動画リンク4時間20分7秒を参照。グランデファームにて育成が行われた後、2019年5月21日の、 北海道トレーニングセールに上場。公開調教では22秒31のパフォーマンスを見せ、宮田直也に500万円で落札された。バビットと名付けられ、立東トレーニングセンターの浜田民夫級者に預けられた。馬名の由来となったアイザック・バビット2019年11月24日、京都競馬場の神話戦に、菱田裕二を安城に出走。 単勝オッズ59.7倍の11番人気の評価ながら逃げの手を打ち2着に食い込む。続いて、阪神競馬場の未勝利戦に古川吉洋を背に出走し、再び2着となる。間隔を空けて3歳となり、春の福島競馬場開催の未勝利戦に単勝オッズ2.9倍の一番人気に押されて、出走。逃げの手を打ち、 後方に2馬身2分の1で離して、勝利、3戦目で勝ち上がりを果たすとともに、起場した和田隆二に、JRA 通算千3 0 0勝目の節目の勝利を、もたらした。続いて、新潟競馬場のサナイ城に、段の体制の起場で出走。このレースでも逃げの手を打ち、藤田最七子起場のロータスランドとの競り合いを、首薄勢して2勝目を挙げた。7月5日、 福島競馬場のラジオ日経賞で重賞初出走。ところが、段野が当日他のレースで落馬負傷ため、急遽、内田博之に乗り換わった。1枠1番からコースタートを切って逃げ、前半1000メートル59.6秒の平均的なペースを刻み、先頭のまま最後の直線に侵入した。上がりサンハロンを出走メンバー中最速の五点八秒の足を見せて、 後続を突き放し、勝利。二二右線のパンサラッサに五馬心離しての重傷発生覇。三連勝を達成した。ダンの騎手が育ててきた馬なので、いい競馬をして、バトンタッチしたいと思っていた。また、いい馬に乗れると思うし、これをバネにしてもらって頑張ってほしいと段のを気遣った。内田は、いいスタートを切ったのでわざわざ下げる必要はないと思った。 直線でも手応えはよく走っていた。スピードがあって、スタミナも持ち合わせているので、多少ペースが速くても大丈夫だということが分かった。まさかこんなにいいパフォーマンスができるとはねと、振り返っている。9月21日、重賞2勝目を狙い、セントライト記念に出走。前走と同じくコースタートから先手を取ると、里のフラッグ以下の追撃を一馬身反差で振り切り、 重賞2勝目を挙げた。10月25日、初の GI 出走となった菊花賞は、キメラベリテが逃げ、離れた2番手でレースを進め、4コーナーで先頭に立つも直線力付き10着に、敗れ、初めて連帯を外す。次走、初の小馬との対戦となった有馬記念は、逃げるも13着と大敗。2021年2月28日、 4歳初戦となった中山記念は2番人気で出走。道中逃げるも早めに後続に捕まり離れた再開に敗れる。その後、5月19日に右前浅草県園で全治9ヶ月以上の休養を要することが発表された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。